心配な点がね、一つもありましたね。そうですか。今までの田中で一番ね、安心して乗ってられる馬です。じゃあ、安心感のあるマトリンですね。そうですね、だからね、ダーシー一番人気なのかな。緊張せずに乗れたら、もうこの馬だったからだと思いますけど。岡部さん、移籍されて2年目でのダービー一番人気で緊張しなかったと言えるのはどうでしょう、ジョッキー心理としては。力量のある馬に乗ると安心感があるから安心して乗れるんです。ところがやっぱりギリギリの馬っていうのは、あの騎手は一つでもミスしたらダメだぞっていう、そういう意味のプレッシャーがすごい乗っかってくるんで、すごい大変なところがあるんですね。やっぱりそういうところで、あ、このまま強いんだ、俺は大丈夫なんだと思って自信を持って乗れるんです。だからいい結果が出るんです。この時本当にじゃあ自信を持って道中も。そうですね。ただね、まあ、こんなレースって言ったらあれなんだけど、こんなレースしなくてももう一つ待っても勝てたと思うんですけど。こんなレースって言うと、ハイヤーゲームがね、ちょっと早めにね、動いてきたんですよ。17番がハイヤーゲームですよね。一緒にもう、このまま止まることはないから一緒に行っちゃえと思って行っちゃったんですけど、ちょっと本当は早いなと思ったんですけど、あれ生かしてでも、それからでも勝てたと思うんですけど、後からご覧になって、そう思ったということで、だからそれぐらい強い馬です。なるほどね。そして岡部さん、同じ勝負服のオーキパーウェーブですよね、この時。実は出てましたね。勝負服は一緒なんですけど。違う、同じ勝負服ですけど、やっぱり結果が出るというのは強いなというのを見てましたよ、岡部さん。あの後からビデオ見たら、これは強いわっていうふうに思ってましたね。あの岡部さんの時にはシンプルリトルムでの無敗の臨みダービーでしたけれども、あの時の心境っていうのはいかがでした？やっぱりあのゴールの高い馬にとっては安心感がありますからね。どうやっても大丈夫なんだっていうね、そういう気持ちを持ってくれると全然違うと思います。もう見直してみると、ちょっとやっぱりこうフラットしたりだとか、これだけの外なんですよね。そうですね、まあ、普通にあんまり良くなってて、五十嵐。はいはい、コスモバルクですね。外に振ったから、回転は勢いつけて振っちゃって、はい、で、あの、四コーナー時点で結構仕掛けたからね、最後結構フラフラしてたんだけど、だけどまあ、正直止まってるって感じじゃないから、余裕はありましたけどね。でもこう見直すとやっぱり強い馬ですよね。そうですね、本当に強いし、精神的にもしっかりした馬でしたね。もったいなかったですよね、この馬まだまだあと1年2年とね、あの活躍してもらいたかった馬ですよね。確かにそうですよね。まああのジョッキーにとってやっぱり日本ダービーっていうのは夢で、ジョッキーの仲間、ダービージョッキーの仲間入りという言葉もありますけれども、そのあたりっていうのは安藤さんいかがでした？そうですね、この時はね、正直まだね、地方の G1 はみんな同じレベルぐらいで乗っていましたから、うん、地方の G1 乗れるだけで、また勝てるだけで嬉しいっていう時期でしたから、特別ダービーだけっていうことはなかったですね。岡部さんどうですか？いや、我々とやっぱり育った環境っていうのがスタートが違いますからね、はい、我々はもういつももうこの世界に入った時に日本ダービーっていうのをもうあの自分たちでも思っててきたし、ね、いろいろ周りからもそういう話はたくさん聞いてたんで、その最高峰っていうのをもう目指すんだっていう、何としてでもっていう、そういうなんかはるか上の話なんですけどね、はい、それはもうすごくすごくあの価値のあるもんだっていう意識はすごく持ってました。またあの安藤さんはやっぱり笠松からそして中央ということで、ダートと芝っていうので芝の乗り方みたいに変えたりだとかってした時期っていうのもあったんですか？そうですね、もうダートの笠松の方がね、もっと危ないも長くて、もうそれこそ尻をついて押し出すような、うん、引っ張り上げて押し出すようなね、競馬が多かったから、もう全然スタイルは変えようと思ってあちこち行って海外にも行ってみて芝経験してみて随分変えたと思うんですけど、岡部さんはその様子